はいじゃあ第2部の方行きたいと思いますえっ、ー、と第2部の方はえっ、ー、とまあマージの真実ということでマージについてちょっと全部をねさすがにモーラーできなかったんですけどもやっぱりあの基本的な考え方がやっぱりわからないというかあのマージっていうとなんか失敗したらどうしようみたいな恐怖があったりすると思うのでまあその部分の そのまあ、考え方ですね。マウチの使い方、考え方みたいなところを抑えたらどうかなという切り口で説明したいと思います。じゃあ、えっ、ー、と、自己紹介とかもあるので、先生、問題に入ります。えー、まあ、例えばですけども、今、こんなような状態で、えー、とまあ、2つコミットが、まあ、すでにされていると。で、これ、あのメインのブランチが今、ここ指しているって状態で、ここのコミット というような場合ですね。あのまあ、ちょうどあの今、松岡さんがまさに説明した通りですね、あのえっと、そのマージョするときに競合を回避する意味でも、まあ、一応別のブランチを切るっていうのがあの推奨される方法なんですね。あのやらなくても、一人で開発している分には、極端な話メインだけでずっと伸ばしていくこともできるんですけど、まあ、一応あの切った方がいいと。 ということで、新たに、まあ、こういうふうに、デベルブランまあ、この例ではデベルというブランチを作って、で、えっと、そこに対してその変更をコミットすると、まあ、こんな感じで新たなあのコミットが保存されますと。こういうようなあの、あの、作業用のブランチのことを、一般的にはあのトピックブランチという言い方をします。ちょっと書き忘れたんですけども、そういうふうに呼ばれ,呼ばれています。で、まあ、ここにさらにさらに、あの、修正を追加していくわけですね。 で、まあ、その度に、まあ、コミット、コミットというふうにしていくと、まあ、こういう風に、まあ、この例で言うと、3つのコミットができましたと。で、えっと、これで全部、あの、まあ、修正終わったと。まあ、これでいよいよ、まあ、完成と言えるだろうっていうときに、まあ、あの、メインを、あの、もともとの、その、えっと、まあ、例えば、その正式な製品のソフトウェアとか、 まあそういうようなものの管理のために、このメインというブランチを使うというふうに仮定していたとすると、まあ、今デベルで作業しているので、なのでこれメインに反映しないと意味ないよねっていう話になりますね。まあ、もちろんあのデベルのまま今後はこれでいくっていう考え方ももちろんあります。あの先ほど説明した通り、ブランチはあの名前付けは自由にしていいので、デベルをあのもう正式なものと。 いうふうに置き換えていただいても,もう一向に構わないんですけど、まあ普通はまあ意味,意味合いを合わせますね。なので、えっ、ー、と完成したから、その今までのこの反映したい差分をメインに反映したいということで、まあこういうような場合にそのマージというのを行います。で、マージのやり方は、まずメインをチェックアウトします。まあ Git チェックアウトコマンドっていうのを使うんですけど、チェックアウトしておいて、で、えっ、ー、とこのメインに対してレベルをマージと。 いうふうに指示をすると、そうすると、このような、そのマージされた結果のコミットがこのように生成されます。で、えー、とメインはですね、あの今こう、ここの元にあった場所から、えー、と新たにそのマージされて、新たに作られたコミットのところに進むわけですね。ここを指すようにあのあの進みます。で、デベルはというと、ここの最後の修正のところでまとまっていると、まあ、こういうような状態になります。で、ポイントとしては、 新たに作られたこのコミットは、そのまあ、実は親が2つある状態になります、えっと。今までの話でいくと、コミットをするたびにその親を指すという、まあ、この赤矢印ですね。こういう,う,いう矢印でああの親を指すという話をしてきましたけど、まあ、その親が、このコミットに限っては2つあるという状態ですね。なので、えっと、これによって、この2つが一つにそのマージされたということが識別できます。これはあの ID で識別できるだけであって、この中の具体的なそのファイルがどうマージされたか、例えばあの5行目をこっちを使って、7行目はあっちを使ってみたいな、そ,そういうあのテキストベースでどうマージされたかということについては、特に Git は感知していません。その結果、生成されたそのファイル、修正されたファイルをそのまま保存しているだけですね。ということになります。 でところで、このマージされた結果の、えっ、ー、と、この状態を見てもらって、まあ、なんか上調な気がしてこないですかね。どういうことかというと、えっ、ー、と、今、デベルで作業をしていたので、こちらにはその修正した差分が存在します。まあ、あの各コミットに入って存在するんですけど、でも一方で、このメインの方は、あの特に何も変更してないですね。差分がないです。ない状態でマージしています。 まあこれはよく考えるとですね、このコミットの時のファイル、あの、全ファイルですけど、全ファイルの内容と、ここでマージした結果の、ここで作られたコミットの内容って、実はファイルの内容としては全く一緒なんじゃないのと。こっちにはその修正が蓄積されてきたけど、こっちは一切変更してないから、まあ、結果的にはなんかこれって同じものになるんじゃないのマージしたとはいえ。ということになりますよね。 ってことは、なんか同じだから、実はなんかこの、このコミットは、あの、今メインが指してこのコミットって不要じゃないのって、これだけで、ここにある、このコミットだけでいいんじゃないのという気がします。で、ちょっと、まあ図を整理してみると、まあ今なんかあのここであの、あの、ここで、あの、コミット、あの、マージがあったから2つに分割してたけど、いらないって話になると、そうすると図を整理すると、まあこういうことだよねと、親は結局、 えとここのコミットはこの親を指しこの親を指しというふうに一直線に並んでるのと,のと何ら変わらないよねと。で、えーと、デベルはもちろんここを指してますと。で、まあ、このコミットバージコミットを作ったけどもでもなんかメインここ指してるけど、まあ、これがいらないってことはまあ一つ前のこの同じものだったわけだからなんかここを指していても問題ないんじゃないかと。つまりこれと同等なんじゃないかっていうのがなんとなく見えてきます。 でもうちょっと言うと、じゃあメインはここからここへ単に移動してきただけ。さっき回して一直線にまあ飛ぶように移動したけども、でもまあなんかそのレベルでもって修正したあのコミットに沿って順番に移動したのと結局意味合い的には変わらないんじゃないかというふうになるわけですよね。で、図をこういうふうに整理した結果、あれ分岐ってどこ行ったのと。なんか二,二股に分かれて一つになっていたけど、 なかないあの分岐がなくて単に一直線に開発してきたものと何ら変わらないよね。実は分岐などなかったのではという話になるわけですね。で、えっ、ー、と、Git のそのマージっていうのはまあ種類があって、でえー、と通常のマーチというのは最初に紹介した通おり、やり一旦あの分岐が発生して、 で、えっと、その2つでもって開発が行われて、最後にマージをすることによって、マージコミットと呼ばれるものが発生して、で、1つに統合されると。そのマージコミットは親コミット ID が2つ記録されます。これが通常のマージです。で、これの他にファーストフォワードというものがあります。で、これは今説明した通り、 まあぶっちゃけると、メインは変更されてなかったんだから、結局、デベルで変更したものと同一ではという考え方に基づいて、だったらブランチを移動するだけでいいよねと。そのブランチは、あの第一部で説明したように、Git の場合はあの特定の ID を指しているだけなので、なので、えー、とじゃあ、その指している ID の札を書き換えるだけで、あのまあ、こうマージが完了したとみなせるのではということですね。 これの何がいいかというとあの、マージの実際の計算を行わないので非常に高速なんですよね。あの一部で説明した通り、札の ID を書き換えるだけなんです。そのメインに書いてある札の ID をあの新しいそのコミットに、あのレベルの最後のあのコミットに書き換えるだけなので非常に高速です。あっという間に終わります。なので、えっとこれはあの大規模な あの開発をしているときには結構あの有用だったりします。マージンに時間かかる場合でも、えっ、ー、と、ファーストフォワードであれば一瞬でできます。なので、えっ、ー、と、Git はこれの利点のことも考えていて、2つを使い分けるということを考えています。で、ただですね、あの、まあ、デフォルトの動作としては、まあ、この後説明しますけども、えっ、ー、と、あ、すみません。 えっと、あ、ないですね。えっ、ー、と、こういったあ、すいません。じゃあ、こっちで説明しますね。なんか書いたつもりだったけど。えっ、ー、と、えぇ、ー、デフォルトの実装あ、デフォルトのマージの動作としては、ファーストフォワードが可能な時にはファーストフォワードします。そうでない場合は通常のマージをするという、あの、まあ、フレキシブルな、あの、動作を行います。まあ、あと、他にですね、そのファーストフォワードだけしてほしい。まあ、できない場合はエラーにしてほしいとか、 それから、から絶対にファーストフォワードしないで、通常のマージと同じように無駄だと分かっていても、通常のマージと同じようにマージコミット作ってほしいというふうに指定する方法もあります。多分、このスライドの後ろの方にありますね。すいませんね。はい。という、あの、2つを使い分けることができるという話です。で、えっ、ー、と、まあ、ここでも、結局、今のファーストフォワードの話、 をかんあのまとめて考えれば、その Git のブランチっていうのは、その、えー、と分岐構造を識別するものではなくて、単にそのラ、あの、ごめん、すみません、ラベルと書いてありますけど、札ですね。札によるそのツリーの様を表しているということですね。なんらその分岐構造をそのソフトウェア的に何かしているわけではないということですね。はい。で、えっ、ー、と、まあ、とはいえですね、あの、 例えばあの、開発が普通にその開発が進んでいる状態で、昔のとあるバージョンに,に手を加えたいっていうようなことって割とあると思うんですよ。まあ、例えば、これバージョン1、2、3、4、5だと仮にするとは、バージョン2のお客さんがいてですねそ、そのお客さんがなんかこういう機能を拡張してほしいみたいな要望があって、まあ、どうしてもここに手を加えたいと、最新ではなく。っていうようなことは往々にしてあると思うんで。 まあここそういう場合でも、先ほど言ったようにトピックブランチをここに対して、まず作りますと。で、えっと、そこに変更を加えてコミットすると、このようになりますね。で、えっと、開発していくと、反映したい差分がまあこのようにできますと。まあ、ところが、えっと、メインの,その最新の,あの製品の最新の最終のバージョンというのはこういうふうに進んでいる、バージョン5になって いう状態なので、えっ、ー、とですね。あ、すみません。えっ、ー、と、今の話は、あれですね。ごめんなさい。普通の話が抜けてました。ごめんなさい。えっ、ー、と、えー、整理すると、えっ、ー、と、今、普通に開発をしていて、バージョン5が、えっ、ー、と、ここにありますという状態で、バージョン2に対して変更を加えていたものについて、これを、えっ、ー、と、バージョン5に、えっ、ー、と、もう取り込みたいと。ここで変更した内容、新しい 機能バージョン2だけのものだったものを5にも反映したいという場合に、普通にマージを行うと、そうするとマージコミットがこのように作られますが、この場合は、えーと、ファーストフォワードの時にはここに変更が一切なかったんですけど、えー、と変更差分があるので、なので、あの飛ばすことはできないですねあの。なかったことにはできない。ファーストフォワードにできないので、この場合は必ずマージコミットが発生するということになります。整理すると 異なる差分が両方のブランチに存在するわけですね。この場合は、どちらかを省略するってことができないので、必ずそのマージした結果のコミットが含まれるあの、作られるということになります。で、えっと、マージについてなんですけど、あの具体的にどうマージされるのかというのをまた掘り下げていくと、すごい一番、ま、それで時間がかかるので、ちょっと今回の説明には含んでいないんですけれども、簡単に言うと、まあ、テキストファイルの,あのベースでマージを行われます。 で まあ例えば、その2行目と5行目が変更されているだとか、2行目が追加されている、3行目が削除されているというような感じで、それらをそのテキストベースでマージすると。これは Git のクライアント次第でどのように操作するかっていうのが変わってきます。Git のクライアントプラステキストエディターですね。で、この部分っていうのは結構あのマージ作業っていうのは大変なので、Git のクライアントによって様々な工夫 風がなされてる部分ですねで今ここに、えっと、3つあの製品をちょっと挙げてみたんですけど他にもあると思うんですけどもソース3と呼ばれてるこれはアトラシアンの製品それからあの第1部でも紹介していた Git クラーケンというものそれからフォークというあのソフトウェア、まあ、こういうように Git のクライアントビジュアルクライアントっていうのはいくつかあって、まあ、そういうのを使うと、えっと、まあこういうような画面ですね、えっと、これあの A って書かれてるこのちょっと青っぽい緑 のと B っていうのが、えー、とマージをしようとしているお互いの,そのコミットの修正差分が表示されていてでこれらを1つにマージするときになんかあの同じ行で違う変更がされているみたいなことが自動的に検出されてでその部分が真下に出ているので まあどちらの変更を採用するのかとか、あるいは、オンザフライでこの場で、なんか、いや、これ両方とも採用できないから、しょうがないか手で修正するかみたいな感じで、ここでテキストユーザーでポチポチと修正したいみたいなことができるようになっています。で、あ、これですね。すいません。このスライドでした。 えっと、デフォルトの挙動、マージの挙動っていうのは、その説明した通り、可能ならファーストフォワードが行われ、えっと、できなければ通常のマージが行われるというのがデフォルトの挙動です。方法を強制したい場合は、Git、まあ、マージの FF で、ファーストフォワードをしないっていうふうに指定することもできます。で、あるいはその Git マージ、ファーストフォワードオンリー。この場合は、まあ、ファーストフォワードできない場合は、エラーになってマージできないというような感じ で、今の話、まあ、ちょっとだけ、あの、これは、あの、脱線というか、あの、まあ、より深く分かるための話なんですけど、ファーストフォワードと Git リセットハードで、順方向のコミットに移動することは、実は同じ操作ですね。ファーストフォワードって、さっき説明した通り、メインのブランチが単に移動するだけとか、まあ、そういう話をしましたけど、それって、まあ要するに Git リセットハードで、その、えっ、ー、と、より新しいコミットの方に単に、あの、 ブランチを移動するのと同じではまさにその通りですね。移動するのと同じです。で、えー、と修正を、まあ、あの最新のコミット基準にするというもう一つの,あのよく使われるそのマージの方法があります。えーとまあ、具体的に説明すると、今まあメインがこの2つ目のものを指している。で、ここに新たにそのデベルのブランチを作って、ここから修正します。で、修正しましたと。で、今こんな状態にあると思います。 ここに、まあ、セッツさんがまた現れてですね、あのメインのブランチの方に対して修正を加えていった。まあ、本当はそのメインに対して直接しない方がいいというのは、あの、松岡さんも言われてたし、その通りなんですけど、まあ、ちょっと説明を簡略化するために、まあ、仮にまあメインに対してし編集したとしましょう、変更したとします。でそうすると、コミットが作られて、メインブランチが移動していきます。で、 そうするとですねあの、デベルを作業している私としては、まあ、あのい同時に作業しているので、まあ、避けられなかったことではあるんですが、まあ、でも、セツさんが変更されたこのメインの最終版ですね、これがめちゃめちゃクールでいけている変更なので、自分の修正は、まあ、できれば、なんかここからの変更にしたいですよね、この古いバージョンじゃなくて。まあ、つまり、もうちょっと言うと、こういうふうにしたいなって思うわけですよ。 でそういう場合って今までって、あのー、結局じゃあ最新の,そのメインに対して自分が変更を加えてきたものをいちいち手で同じ変更をこ,このコミットの,修正あのファイルに対してやり直しみたいな作業が発生すると思うんですね。もしあのファイル単位で変更したものをそのまま上書きしちゃうと ここら辺の COVID で変更した内容をあの、上書きしてデグレードしてしまうかもしれないあの、誤って破壊してしまうかもしれないっていう可能性があると、注意して、人間の目で見つつ、なんか行が移動してたらこ、移動した何のところにちゃんと挿入されたりとかいうようなことを考えながら移植しなきゃいけないので、これはなんか手動でやるのめんどくさいよねと。た、まあ、多分なんか機械的な作業だけど、でも手でやらなきゃみたいなことは、なんか今まであったことだと思うんですが、 これは Git には Rebase というあのマージの一種の機能があって GitRebase メインレベルみたいにやるとそうすると,えとここから変更バージョン2のとこから変更を加えていた修正差分をこのメインの最新のコミットからの修正かのように自動的に修正してくれますかのようにといったのは今あの説明した通り単にファイルをコピーしただけだと この辺の修正が失われちゃうので、それはダメですよね。なので、えー、Git はリベースするときに、一個一個の,そのコミットでどのような変更が行われたのかっていうのを、あのファイルの中をあの確認しながらあ、この行が挿入されたのは、こっちの、ここの行に挿入すべきみたいなことを考えながら、まあ、あのこういうように、えーと、似てるけど異なる差分を自動的に生成してくれます。なんかかなり都合のいい。 こと言ってるるように聞こえるかもしれないですけどももちろん、あのっとこ,これはあの本当に妄想レベルで勝手に全ていい感じにやってくれる代物ではないです。あの機械的に判断できる。あの要するに1行丸々とあのこの文がこっちの方に移動して、テキストのこっちにこの行に移動したとか、まあ、そういう検出、機械的に検出できるものについてはうまくやってくれる。だけど、例えば人間が判断して、 ああこれなんか結局人間がうまいこと式を直したりとか文を書き直したりとかしなきゃいけないねっていうものまで面倒は見てくれないです。そこまで賢くはないので。まあ、そういう場合はどうなるかというと競合が発生するわけですね。 なので、そのマージをしているとき、もちろん、リベース、リベースをしているとき、マージもそうなんですけれども、どっかでその競合が発生する場合があります。それは、手動で修正する。先ほど言ったの GUI のクライアントの、その、えー、とテキストエディターのマージ画面でなんか修正したりというようなことと同じことを、まあ、どっかで、手動でやる必要があります。で、まあ、仮に、あのそれに成功したとしましょう。だから全部、あのうまく移植できて、まあ、こういう状態になりましたと。 まあこれ、上調だと思いませんかね。<laughs> あの先ほどと同じなんですけども、整理するとこういうことですね。で、ということはですよ、なんか分岐ここから発生していたけど、まあ、実はまあ分岐構造は気のせいでしたよねというのが、ここでも言えることです。だからここでもしつこく言ってますけども、Git はその分岐構造をは管理しないですあの。このブランチと呼ばれている札は、 もうどこを指しているかということを示しているだけでその分岐構造がどんな構造だったのかっていうのは全くあの意識しないですね。なので、えっと、極端な端行のようにその分岐構造自体がそのツリーの,その枝の構造自体が変わるようなそういうような細工をあのすることもまあ不可能ではないということになります。で、えっと、マージ まあリベースもそうですけど、マージの競合が発生し,して苦労するということは、まあ割とそのギと本格的に使い始めるとよくある話なんですけれども、これはまああのー、どうやって回避するか、まあまあ、あるいはなんか自動的にやれるやれないのって話なんですけども、まあ、自動的にやるのはまあ今話した通り、ちょっと事実上無理ですね。まあ、そんな銀の単価はない。で、まあ、どういうふうにするかっていうのは、まあノウハウ的なものなんですけども、その まあ一つはマージしたときに競合が発生しないような修正の仕方っていうのを意識してやるっていうことになります。あのプログラムのソースコードとかだとまあ2人で例えば開発してる場合なんかお互いになんか同じソースコードの同じような場所を同時に変更してたらそれはまあマージするときに絶対競合が発生するだろうということでじゃあ私は あのシューティングゲームのこのなんか時期を移動するところを修正するからお前はなんか敵をもうちょっとなんかクールに動くように直してくれよみたいな感じでちょっとソースコード上でもなんか別のところを同時に編集できるようにまあちょっと考えて打ち合わせをするというような感じであの共同作業をするときにはまあ打ち合わせをするでその修正をそもそもなんかその競合が発生しないようにあのまあちょっと注意するっていうようなところがまあポイントかなというふうに思っています。で まあなんですけど、まあ、それはあの今までの,その、えー、と Git じゃないソースコード管理システムですね、サブバージョンとか TFVC とか、まあ、あの昔だと CVS とかありますけども、まあ、そういうのでも同じように起きてたので、まあ、この部分については Git を使ったからといって、すごく便利になるってわけじゃないんですけど、Git は今まで話したように、そのあんまり Git の,の管理構造をあの開発に強制しないんですね。 あのラベル、あのあの札をあの好きなように付け替えたりとか、自在にできますという話をしましたけども、なので、まあ、そういう工夫を Git の機能だけでその乗り越えていけるっていうところが、まあ、大きく違うところかなということで、まあまあ、あのいろんなこう人とかいろんな会社で使われているのはそういう理由かなというふうに思います。 でえーとまあ、これはあのちょっとまとめなんですけれども、えー、とプッシュし,してフェッチされるまではあの自分の修正って反映されないですね。あのちょっと図は書いてないですけども、あの先ほど話し,したように、自分のローカルのリポジトリで編集している限りは、どれだけブランチが増えようが移動しようが何ら影響ないんですけれども、いざそれをその共同作業者と作業するためにロあのリモートのリポジトリに ああの反映するときに何か問題が起きるかみたいな話になるわけです。なので、えっと、ここではそのプッシュするとか、あるいは相手の修正をフェッチで取り込んで,くるって取り込んできたときに、初めてそのなんか、あこれってなんかマージしなきゃとか、そういうようなことが顕在化するということに、ね、なりますね。 あのオープンソースのソフトウェア開発の現場、その GitHub の,のイシューとか、プルリクエストとか見てて、あのリポジトリとか見てもあの分かると思うんですけども、まあ、お互いのことを知らなかったりするわけですよ、特に。 あの大規模なものになると数百人というレベルでその関わっているあのプロジェクトとかだとお互いの顔も知らなければ名前も知らないみたいなことは往々にしてあるわけででもそういう人たちが一つ一言のそのリポジトリに対して修正を加えていくと当然そのマーチコンフリクトが発生する機会はまあ多くなるわけですねまあそういうのはそのギット上でどうなるかっていうともうなんか暗黙に こう、事故、事故ってしまう。勝手になんか変な風に変更されてたりとかいうようなことではなくて、まずはその、フェッチしたりとか、あるいはプッシュが拒否される、あのエラーになって拒否されるっていうことで、そのブランチが統合できないっていう状態で現れるので、ローカルでそれを表現するという感じになると思います。あれおなんか出てるけど大丈夫か もしもし聞こえてますああ、聞てる。もしもしあなんか切れてしまいました <laughs>。はい。ああ、ちょっと待ってください。あれ、共有できない <laughs> うんうん、はい。あ 見えますあ見えましたど,どの辺まで聞こえてましたあ、じゃあまあこ、このページで話すればいいですね。もう,もうスライドあとはもう終わりですけど。 えっと、今、切れてしまったようなので、えっと、マージの真実の話をちょっと、えー、っと、このページの続きをしますけども、えー、っとお、大丈夫かなが混乱しているか。大丈夫か ああはいはいはい見えてますよねあれ あはいはいはい、まあはいますあの最後のえっ、ー、とまとめなんですけれども えっと、今まで話したことというのは、まあ、結局のところはローカルのリポジトリ、自分の今注目しているそのディレクトリ内の Git フォルダーの中の話なので、えっとまあ、これをあの共同作業者と共有するためには、えっと、プッシュしなきゃいけない、あるいは共同作業者の,その、えっと、内容を反映するにはフェッチしなきゃいけないということなんですけども、えっと、フェッチすれば当然、 えと共同作業者の編集内容が手元に降ってくるので、えー、とその、えー、とリモートのブランチも見えるわけですね。そうすると、まあ、例えばこのように、えー、とリモートのブランチ、えーと、ここを指している。でも自分はあの今マージしたところでその、自分のローカルのブランチは、えー、とこういうよりマージコミットのところを指しているみたいに食い違いが発生したりします。あるいはこの逆で、えー、とこのリモートの というか、共同作業者のセツさんにとってみれば、今ローカルであのマージしてコミットしたこのメインはまだ見えてないわけですよね。なので、これどこかでなんか整合性を取らなきゃいけないわけです。メインを統合しなきゃいけない。方法は2つあって、1つはこのように今フェッチしてきたけども、そのセさんはまだ、セツさんではないけど、まあ実際にはそのえとリモートの ブランチですけど、リモートのブランチはメインを指して、メインはここを指したままなので、えっ、ー、と、自分で、えっ、ー、と、このメインをプッシュすることによって、えっ、ー、と、リモートの、えっ、ー、と、このブランチが、あの、新しい。 マージのところを指すあるいは、えっ、ー、と、それでプッシュした結果、セツさんがフェッチしたら、そしたらメインが移動したことになるので、多分セツさんが変更していることについても、自分の手元でそのマージを、あのブランチをマージして、で、それからリモートにプッシュするというような感じで、そのメインを、まあ、結果的に、まあ、どうなるのメインがどうなるのかっていうのは、手元で、その、実際にマージの作業を、 僕かあるいは摂さんのどちらかがやるまでは完全には統合されないということになります。はい、じゃあ,、まあ最後にですけども、えーとまあ、このように今あのロールモデルとしてあの2人の登場者あの自分とその摂さんという話をしましたけども、まあ、実際にはあのもっとたくさんの,あの登場人物がいてです、ねまあ、そういう人たちと共同作業をしたりしています。 OSS のプロジェクトででかいのになるともっとこれが数百人という規模になったりするわけなんですけれどもまあそういう人たちがどのようにその変更を加えていってるのかあるいはその変更は具体的にあどこのコミットから分岐して作業しているのだろうかとかいうようなことを可視化するという意味でもなんかこういう GUI のツールを使うとそういうとこを分かりやすく判断できるんじゃないかなというふうに思います。 はい。えっ、ー、と、以上で、ちょっと第2部は、えっ、ー、と、短く、えー、まとめましたけども、えっ、ー、と、ここで述べてない、もうあと一つ盛り込みたかったなと思っていたのが、えっ、ー、と、チェリーピックという機能があります。これは、あの、 マージの場合は先ほど言ったように、うまいことつじつまが合うようにその修正してくれるという感じなんですけれども、チェリービッグの場合は修正をそのままあの本当に取りこあの一つのコミットの修正を別のコミットに無理やり適用するみたいな感じで、アドホックに使える機能ですね。まあ、どちらがどうとかいう話ではなくて、多分、あのケースバイケースで使い分けるような感じですね。もう本当にこれだけでもうこの修正だけって分かってるから、まあ、これだけを全然違う。 そのえー、と枝,枝のところに適用したいというような場合にチェリビックという機能を使うことができます。はい、じゃあ、えーと、全体では第1部、第2部として、ちょっとものすごく長くなってしまいましたけども、えーと、今回の説明は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。